年のテーマは出会う喜びと書いて明日、皆様に出会えたことの喜びを僕たちの若さを生かしたライブで表現したいと思います。最後までご声援よろしくお願いします。それでは一期一会の思いを胸に皆様に出会えたことに感謝、ありがとうございました。